Ready to eat 始まるよ。皆さんこんにちは、ナナです。台風がやってきました。昨日から大雨が降っています。サンクチュアリの屋根はヤシの葉でできています。強い雨が降ると私の寝室は雨漏りをします。朝起きると寝室の床が濡れていました。住めば都と言いますが、雨漏りの音に風情を感じます。今日はゴミの日です。キューちゃんが起きたらゴミ捨て場にゴミをすぐに持っていけるようにゴミの準備を庭にしておきます。リサイクルの瓶もこのように準備しておきます。今日は昨日の残りミートソースを使った料理を作りたいと思います。キューちゃんはブランチにミートソースタコスを作りました。もちろん自炊です。キューちゃんの夕飯にミートソースドリアを作りました。今日は一日中雨が降っています。台風の影響でとても蒸し暑いです。雨が降り続けるとスモーキーは外に出られません。スモーキーはとても退屈しています。ビーグル犬ですね。今日はお家でゆっくりしていましょうね。私の晩ご飯にかっぱ巻きを巻きました。かっぱ巻きと玉ねぎとかつお節サラダ、もやしの味噌汁を食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。 See you later!